はい、ですね、ストックステーション第14回ということで、静か行政書士 FP 事務所の静かでございます。どうも。今回は割安さか成長性かということで、割安株、成長株、まあ、いわゆる、バリュー株、クロス株っていう話をしたいところなんですが、その前にですね、今日はですね、アメリカ大統領選の開票が行われているというタイミングであります。で、まだ結果ははっきり出ていないのですが、おそらく、今のこの時間、この、時間では、まあ、トランプ勝利、まあ、もう、まあ、勝負あったかなっていうような、雰囲気になってます。で、ちょっとその話をちょろっとだけしてみたいなと思っています。で、225でいいですかね、とりあえずは。ちょっとこちらをご覧いただきまして。ちょっと今日の値動き、5分足かな、これで。にしてみてます。この辺から、午後11時ちょっと前ぐらいからですね、トランプ氏の優勢が伝えられて、まあオハイオと、フロリダかな、あたりがどうもやら、トランプ氏優勢の情報が伝わってきて、そのまままあ流れて下がってきたと。で、結局ね、まあオハイオを制するものが大統領選を制すみたいな、選挙区ですし、で、フロリダはフロリダで、まあ、カリフォルニアを除いたの次に大きいところかな、というところで、そこを取られそうだというニュースが出て、ドラドラドラって下がってきてます。900円結局下げたんですが、まあ、初心者の方向けの動画で、あんまりこういう大きく下げた場面をお見せするとちょっと怖いなっていう話になってしまうんですけど、ここが、今日のですね、日足がここ、ロウソクはここなんですけど、この右端のところですね、大きな陰線をつけております。同じような形でブレグジットの時も大きな陰線を、つけているわけですが、これも結局、1000円ぐらい安かったんですね。6月24日。で、これもブレグジットの時に、市場予想が覆ってですね、EU 離脱と、イギリスの EU 離脱が決まったというところで、まあ、ドロッと下げてきたわけですけど、まあ、結局は上げてきてる。まあ、イギリス内部でちょっとまだ、難しいところはありますし、ポンド円なんか見ると、全然、相当な円高になってますけど、日本株だけで言えば、そこまでの影響は長引かなかったなっていうところが、印象です。で、まあ、アメリカのことなんで、まあ、日米関係っていうことを考えたりとか、ドル円、為替のところを考えると、すぐにこの900円を回復するかどうかわからないですが、影響を明日から、まあね、ここも3分の1ぐらい戻してきてるんですよね、次の日で。まあちょっともたつきながらまた、上がっていくような形になってくれるといいんじゃないかな。業績自体はね、そんなに悪かった。日本企業の業績自体はそんなに悪いってことでもなかったですし、全体的に。まあ悪い企業もあり、企業もありでしたけど。っていうのと、まあ、ここ最近ずっと大統領選で、もたついてた部分をここでまあ、はっきりしたでしょっていうところかなと思いますんで、ちょっと今日は正直逆に買いたかったなっていうぐらいの、日です。で、トランプになったらなったで、政策自体は、その外交云々は確かに難しいんですけど、
いろいろありそうですけど、経済政策なんかを見ると、まあ、ちょっと結構緩和の姿勢を見せているような政策が多いので、戻りというか、アメリカ経済を引っ張っていってくれる。で、それにつられて日本株がっていうことであれば、なかなかいいんじゃないかなと思ってます。ただまあ、利上げがどうなるのかなっていうのはちょっと気になってますけどね。影響出るのか出ないのかわかんないですけど。というところです。はい。という形で、本題に入りましょう。ちょっと長くなりましたんで、まあそんなにボリュームのない話なので今回は、アリアス坂成長成果。まあ株を探すときに、買いたい株を選ぶときにどうやって選ぶかっていう話の一つの尺度っていう話ですけど、株を買う動機っていうのは二つしかないと言っても過言ではないかなと思ってるんですよ。で、それが割安さなのか、まあ、もしくは成長性なのかっていうことなんですね。安いから買おうって思うのか、これからこの企業は成長するから買おうって思うのか、どっちかだと思うんですよ。それ以外にはないと思うんですね。配当、例えば配当が欲しいから買うって言ったって、その配当利回り的なことを考えて、結局この株こんな値段で買っちゃったら別に配当もらったって全然もう得しないじゃないっていうことであれば、それ全然ね、買う意味がないので、まあ結局割安なのか、もしくは成長性なのか。で、その割安だと思う、その判断基準ってのは人それぞれ違うと思うんで、そう考えると、割安さ、成長性。まあ、成長性もこれから成長するかどうかっていうのもある種ギャンブル的な要素もあるんで、そこも人それぞれなので、まあ、ご自身の判断でどういうところが割安なのかもしくは成長するのかっていうところを考えていかなきゃいけないと。で、割安さっていうのを考えていくと、まあ、割安株っていうふうによく言いますが、で、バリュー株なんて言い方しますけど、まあ、どういう意味で割安かっていうと、言葉にしてみたら財務状況とか経営状況とかその会社の状況を考えて、本来持っている、本来その企業が持っている価値に比べて株価が低く見積もられていると。市場ではあんまり評価されてないよね。本当はこれぐらいの価値がある企業のはずなのに。っていうのが割安株です。で、あと成長株、グロース株なんて言ったりしますけど、企業の経営戦略だったりとか、事業展開だとか、業界の成長性とか、そういったところから判断して、将来的にも、持続的に大きく成長することが見込まれるような株を成長株と言っています。例えば、新興市場の株なんかは成長株に当たったりしますよね。これから成長していくような株。で、割安株は結構その成長、ある程度その成熟しているような、企業だとか、業界だとか、の銘柄が多いのかなと思います。225銘柄なんかは結構その割安だっていうことで、買うことが多いのかなという気もしますが。で、今回は割安株、割安さということだに、ポイントを絞って話をしていくんですが、割安さで銘柄を選ぼうということで、指標がいろいろあるんですよ。その銘柄の割安さを示すような指標が。で、これは PER とか PBR とか PCFR とかっていう指標があります。ちょっと前に、投資信託を考えるの動画の方で、米国バリューストラテジー株ファンドみたいな、新規設定のファンドの紹介の中で PER、PBR の話をしたんですが、その辺もファンドの中で、企業を選定するにあたって PER とか PBR の指標を使って選定していくよっていうような内容のファンドなんですね。まあ、なので、一般的に使われる指標の一つです。で、PCFR は最近になって特に注目されてきているような指標なんですが、まあ、この辺の指標を使って、まずは第一歩としてはこの辺を使っていきましょうということです。で、割安になっている分、まあ、当然、もうすでに安いんだから、株価は下がりにくい。で、
というふうに言われますが、まあ、本当はどうなんでしょうかって個人的には思ってます。で、あと、割安かどうかはその銘柄の過去の株価とか同業他社とかの比較で判断するんで、日本の銘柄がこうだから割安だよね、この株は割安だよね、市場全体がこの、例えば PR が何倍だから、この株はそれに比べて低いよねっていうような判断をすると、ちょっとなんか、こう見誤るというか、そんなに大きな、比べ方はちょっとでき、難しいところがあったりするんですけど。あとその他移動平均乖離率だとか、そのオシレーター系の指標を使って、今その出遅れてるよねみたいな意味合いで割安だっていうようなことで買ったりは、することができるかなと。っていうのは一つ、ありますね。まあ割安さそんな形です。で、今回は PR、PBR、PCFR という話をします。移動平均乖離率っていうのは移動平均のその数値と今の株価がどれぐらい離れてるかっていう、指標だったりするんです。またいつか話します。はい。で、PR ですね。まあよく使われる代表的な指標の一つです。割安さを示す指標で、株価割る一株当たり純利益、EPS、一株当たり益、あ、一株当たり純利益のことを EPS と言ったりしますが、の略です。プライスアーニングレシオですか。なんですが、一株当たりの純利益に対して株価が何倍になっているかというような形で、で、数字が大きければ大きいほど割高だ。小さければ小さいほど割安だと。まあ、株価が分子なんで、そういう形になりますね。で、市場平均とか同業種との比較、あと過去のレンジとの比較をして割高割安を判断しましょう。で、絶対的な基準ではないので、15倍が運の、日本の、平均は今17倍ぐらいなんですよね。東証一部の PR の加重平均、この後で出るか。まあ、15倍から17倍ぐらいとか言われたりするんですけど、別にそこだけ見たってっていう話なんで、まあ、東証一部の平均がそれぐらいなんだなっていうことを知っておいて、別に、そうはないですけど、だから、この株と比べてっていうことをやると、ちょっと判断誤るかもしれないです。で、PR はその企業が生み出す利益をもって投資回収するまでの年数を表しているということで、ちょっとこれは難しい話なんですけど、一株当たり純利益っていうのは、まあ、1年間の利益を当然表すわけですよね。1年間で、これだけの利益が出ましたっていうのが純利益ですから、当期純利益ですから、それのを、発行済み株式数で割ったのが一株当たり純利益なわけですよ。で、一株当たり純利益が、1000円だったと。で、それに対して、株価がまあ1万円だったと。なんでこうなっちゃうんでしょうかね。で、これは当期純利益と先ほど言ったように、1年間に生み出す利益なので、1年間に1株当たり生み出した利益が1000円と。で、株価が1万円。で、これを、じゃあ、その1万円でこの企業に投資した時に、1万円出してこう1株買ったわけですよ。で、この1万円に対して、例えば年間で1000円利益を出したと。なので、この1万円を回収するぐらいの利益を出すまでに、この株、この、企業は10年かかるってことですよね。っていうことですよね。これが、ま、PR の意味合いなんですけど、ま、この企業は、ま、すなわち PBR、PER10 倍なんですけどね、計算すると。当然。その、投資をして、それを純利益として回収するまでの年数が PER になります。ちょっと難しい話なんで、よくわからなかったら、と思っていただければいいです。そして、PBR。PBR は、こっちの方が理解はしやすいかなと、個人的には思ってるんですが、PBR 株価割る一株当たり純資産ですね。
1株当たり純資産は、純資産、まあ、自己資本のところですね。純資産の中でも。他の、なんとか評価損みたいな、純資産の方。その他、有価証券評価差額金ですか、しとか忘れましたけど、その辺は、加味しないので、自己資本を、発行済み株式数で割った金額ですね。金額というか、まあ、いいか。まあ、この話してる間にトランプ氏当選確実という話が入ってきましたけど、でですね、会社の資産内容、財務体質を判断する指標なんですね。判断する指標が、PBR、まずそういう言い方でいいのかどうかなんですけど、まあ、そこから、財務体質から、株価を、が割安か割高かを判断する指標っていうのが正しいですかね。で、PBR が1になると株価1、1株当たり純資産と、株価が等しくなるで、その時点で会社が解散すると株価と同じ金額が株主に配分されることになるんですね。そのため、解散価値とも言われています。PBR1 倍っていう会社は、株価が5000円だったとすると、その時点で会社が、解散しますと。まあ、倒産とかじゃなくて解散します。もうやめますっていうことになると、まあ、会社は、最初に負債を払っていかなきゃいけないわけですよね。債権者の人に。あと、社債を持ってる人とかにね。で、そういう債務を払い終わった後に、株主の方にその出資してもらったお金を返すわけですけど、それが、ちょうど株価の分だけ返ってくるっていうのが PBR 1倍という意味です。で、1倍より多かったら、株価で投資した金額よりも少なく返ってくるんですよね。1.2倍。株価が5000円で、PBR 1.2倍とかだったとすると、ああ、そうじゃない方がいいな。株価が6000円で、PBR が1.2倍だったとすると、6000円投資して、その時点で解散するってなったら5000円返ってくるっていう、そういうイメージです。これが PBR。だから0.2倍、PBR0.2 倍とかちっちゃい会社がたまにあったりしますけど、そういう会社がその時点で解散すると、もうそこで儲かるってわけですね。株価2000円のとかの会社が PBR0.2 倍とかだったりすると、1万円になって帰ってくるんですかね。まあ、増えて帰ってくるわけです。次、PCFR。株価キャッシュフロー倍率ということで、株価を割る1株当たりキャッシュフローですね。で、1株当たりキャッシュフローっていうのは、当期純利益に、減価償却費っていうものを加えたものを使用します。減価償却費っていうのは、例えば、建物とかを、まあ、簿記とかやられた方よくわかると思うんですけど、建物とかを買うじゃないですか。あと、なんか設備とか、なんかパソコンとかでもいいですけど。で、使っていくと、こう、すり減っていくわけですよね。だんだんなんかこう、価値が減っていくというか、車とかもそうですけど、だんだんこう、ボロチックなっていくじゃないですか。で、それを減価償却費といって、それをなんか毎年その分の資産からマイナス計上していくんですね。これが減価償却費というんですけど、それを足し込むわけですよ。当期純利益に。で、キャッシュフローっていうのは、現金を見る指標。現金の動きを見る指標。現金がどれだけ動いたのかなっていうのがキャッシュフローなんですけど、結局のところ、企業の営業活動の結果、手元に残った現金から割安さを判断するのが、この PCFR という指標で、減価償却費とかの計算方法が違ったりするような、海外の企業とかでも比べられるからっていうことで、最近ちょっと注目を集めている指標です。これもか、数字が大きい方が割高、ですね、割高。小さい方が割安です。で、指標はそんな形で、見ていただいて、他の同業他社とか、トヨタと日産比べていただいたりとか、イオンとセブン&アイ比べていただいたりとかっていう時に使ってもらえればいいんですけど、それで、一応国内企業の目安っていうことで数字だけ引っ張ってきてます。東証一部の加重平均 PR、まあ、16.9倍、まあ、17倍ぐらいなんですよ、日本の PR っていうのは今で。 PBR は1.2倍ですね。たまにどんぐらいですか、1万、日経平均1万4000とかになると1倍割れるんでしたかね。っていうようなイメージです。東証2部は PR めちゃくちゃ高いんですね。89.8倍。で、PBR が1.1倍。
あとマザーズの方が、PR 規模 53.6 倍、PBR 4.7 倍。やっぱり新興市場は基本的に割高なんですよね。割高、新興市場銘柄は成長性が高い分、指標としてはどうしても割高になりがちです。PR100 倍とかザラなんで。そういう意味合いではちょっとマザーズの銘柄とか買いづらいですよね。割安かっていうところで見ていくと。っていう話です。まあ、株価に成長性を織り込んでいるっていうことなんですけどね。で、東証一部の業種別で今見ると、銀行がやっぱり安い、マイナス金の影響を受けて安い。あと、空運なんかも安いですね。JAL がちょっといまいちなんですかね。で、電気、ガスがやっぱり安い。東電まだ引きずってるわけですね、いろいろね。あと、ゴム製品なんかも安かったりします。あと、建設とかね、決算いいんですけど、割安だったりするので、この辺拾いに行ってもいいのかなっていうのは、ちょっと、この辺の指標を見てて思いました。あと、保険とか証券とかも安いですけど、まあ、割安さっていうことで絞っていくんだったら、この辺の業種がいいのかなと思ってます。当初一部では。で、一応ちょっとまとめということで、PR は15倍とか17倍とかが平均で言われてますが、その数字と比べてもあんまりねって、まあ、業種の平均とかって比べた方がいいですよって思います。例えばじゃあ建設の PR だ、とかだと 12.8 倍、ですね。あとゴム製品 11.3 倍、電気ガスが 8.4 倍、空運が 8.7 倍とか、銀行が 8.8 倍とか、そんな感じです。PBR で見ても銀行 0.5 倍とかですね。証券、商品先物とかが 0.8 倍とか、保険も 0.8 とかですね。空運の PBR そんなにですね、1.3 倍なんで、そこまで割安って感じではないです。建設の PR 1.3 倍とか、そんな感じになってます。で、まあ、同業の業種平均だとか、同業他社とかと比べてみるといいのかなと思います。あと、過去の数字との比較ですね。過去、こうだった、どうだったっていうところとか。で、あと、赤字企業は PR がマイナスになってしまうので、ちょっとそういう意味では、ちょっと使えないですね。使いようがないので。あと、割安だからって必ず買い戻されるわけではなくてですね、そのまま下がり続けることも多々あります。っていうのは、割安になってるっていうのは別にその企業が悪いっていうことじゃなくて、なんか市場のトレンドじゃないとか、ただ単純に投資家に注目されてないとかっていうことで、ダラダラダラーっと下げてるっていうこともあるわけですよ。なので何かこう注目するような材料があったりとか、新薬開発戦みたいなニュースがあったりとかですね、新しい事業提携をみたいなニュースがあったりとかしたところから、いきなりふっとね、こう注目されることもあるんで、そういうこう、いわゆるね、カタリストっていうか、触媒みたいなものがあったり、その材料があったりする必要があるんですよね、反転するように。こうダラダラっと PR 安く、推移してるような銘柄。なので、PR だけ見て、まあ、割安だな、買おうっていうふうにやると、あんまりうまいこといかないかなっていうのは個人的によく思うところです。なので、だから PR が高いからちょっと買えないやっていうのも、まあ、ね、割高だから気持ちはわかるけど、じゃあ割安だったら買えるのかって言ったらそういうもんでもないと思うんですね。今銀行株、まあ銀行とかだったらね、ちょっといいタイミングかもしれないんですけどね。ゴム製品とかって今買いに行けるのかって言われたら、どうでしょうかっていう。あ、そんな形で割安の指標は、まあ判断材料の一つとして使っていただければいいかなと思います。ということで。はい、質問も引き続き募集しております、こちらの方にお願いします。あ、前回あれですね、ニコニコ動画の方に、チャート汚すぎっていうコメントをいただいて、そうなんですね、そのチャートに対するやる気のなさがですね、現れてしまいましたですね、申し訳ございません。ただ綺麗にするつもりはありませんので、チャートの話、やっぱりしててもあんま面白くないんでね。まあでも しなきゃいけないだろうっていうのもあるんで、お話をさせていただきました。こんなところでですね、大統領選で、あたふたあたふたした一日だったので、
なかなかね、すでにもう投資をされている方にとっては、なかなかね、落ち着かない一日だったかなと思いますが。まあ、この動画を半年後に見てるかもしれないですしね。ブレグジットからまあ約半年経った今となっては、ああ、そういうこともあったねぐらい。まあ、まだいろいろ尾を引いてる部分もありますけど、ああ、そうだったねって感じですもんね。ということで、ストックステーション第14回ですか。じゃあ第14回、割安株の話と、あと大統領選の、サクッとした、ざっくり、所感と言いましょうか。でした。ご視聴いただきまして、ありがとうございました。